ということで、今回の D ドッグは大井隆が ORC ドリフトドリームマッチで惨敗したヘビスサーキット西コース新ドリフトコースを徹底攻略。そしてこの新ドリフトコースを初めて走るという3人、ドリフトキングこと土屋圭一、 D1 グランプリ2005年度チャンピオン風間康幸、D1 グランプリ2003年度チャンピオン今村洋一、果たして3人はどのようにこのコースを攻略するのか。そして大井隆は見事リベンジすることができるのか。それではまずこのコースの設計者であり D1 グランプリ2006年度シリーズチャンピオン熊久保信繁にこの新ドリフトコースを解説してもらおう。どっちかっていうとですね、 D1 選手よりも D1 に行くまでのそのなんだろうな、上級者なんだけど、D1 選手になりきれない人たちの選考会レベルとか、例えばそのイベントとか、まあ、そういうのをイメージして、実はこんななんかわけわかんないなってるんですけど、いろいろそのイベントによってね、ちょっと初心者向きのコースだったり、ちょっと上級者向きだったり、実はすごくエキスパート向きのレイアウトがあって3通り取れるんで、まあちょっと今までの南コースのイメージとは違ったそのドリフトの楽しみ方ができるかなと思ってます。一つだけこだわりがあるんですよ、はい、一つだけ自分はねラグラセカのコークスクリューがすごく大好きで、はいはいはい、そんなのね作れないかなと思ってあんな感じで作ったんですよね。だからこう下半身がこうスッとなるようなコーナーをどうしても作りたかったんで下半身用ですね、そうですね、あとは下半身用ですねそんな感じのちょっと今までないドリフトコースだと思うんで、はい、まあ楽しいかな。いや俺はねその2種類のレイアウト走りましたけど、はい、南コースよりもリスクが少なくて、はい、そうですね、で壁遠いじゃないですか、で広いんだけど、スピードがあって、はい、で攻めがいがあるっていうね、はい、そういう意味じゃ本当に面白い、はい、まあちょっと今度走って、はい、説明していただきたいと思います。ありました。今回使用する車は ORC ドリフトドリームマッチでも使用したイングス N スペック S15 シルビア。そして使用するタイヤはドリキン自ら開発に携わったブリヂストンポテンザ RE01R だ。いやーなかなかサーキットのコースの設計および製作者の人から自ら運転してもらってレクチャーしてもらうなんてなかなかめったないですよ、はい、ちょっとね支配人のテクニックもいいんですけれども、僕はちょっとね初めて走るコースですから道を覚えてきます。行ってきます。道説明してきます。なんか見た感じだと、うん、こうあまりイメージパッて分かんないですよね。分かんないでしょ、うん、まあそうね通常の西コースだね。通常のここね、ここだと西コースなんだけど、うん、ただ参考な出た先が、うん、どういう感じでこう目に映るのかなっていう。あまあ、ドリフトするときは多分ね、みんなこの辺から、うん、からでも加速するんだったらもうちょっとあもうちょっと流さなくて上がってから流す感じかな。まあ、まあ、ここ、この辺からですよね、まあ、ちょっとここ狭いんで、この辺うまく取って、はい、ちょっとね、こっち目から振った方が楽、はい、ここ空に向かって、空に向かってここは振り出してここから見るとこんな感じ。まあまあ、まあ、グリップで走るとそんなにね、うん、下ってるように見えないんだけど、うん、実はドリフトするとすごいんですよ。はいはい、だって横になってるでしょ。こっから先ね、はい、まあ初心者向けはここから入っていくんです、ね、はい、あこっちですね、真ん中、はい、低速気味で、はい、で、上級者だとちょっとまだここまで上級者はここをつなぐライン、はい、流してきて、はい、でもう一脚やるね、またここで下って二下り、そう二下りはで、ここで、はい、みんな大体内に巻いちゃうんだね。あそうするともう届かなくなる届かなくなるんだ ね、 これね結構長いっすよね。長い、うん、要は降りてきて2個目のここが
要は大きく長く取れるライン取らないと、要はここに入れないんですね。入れない。はあ、なるほど。じゃあまず初心者ラインから行ってみましょうか。初心者ラインからお願いします。いや緊張するな俺まあここは普通の西コースと、これ今の初心者ラインじゃないよこれ結構でもスピード乗ってるでしょ。じゃあ次選考会ライン、はい、選考会ライン、俗に言う上級者向け。できるかね。特に D1 出てるよ。いやいや、どういう風にできるかっていうのを今日いっぱいですね、探していかないと、うん、後ろのリアタイヤを通すところが、うん、結構決まったところじゃないと、うん、もう実はね、細い1点しかないんだよね。ないですね、うん、あー、でアプローチをあんまり最初のここが長いから、うん、奥まで頑張っちゃダメですね。結局そこで1回、要は車の姿勢を一回落ち着かせて、うん、パワースライドをかけて奥側の要は9、要は2コーナーですよね、うん、9の2コーナーへ対するアプローチしなきゃいけないんだ。 そう、そのまま踏んでっちゃいたいんだけど、そこを我慢するっていうのが大事なんですね。あとね、意外とここの一つ盲点が、うん、初心者でも今見たらこれ手前から踏んできたでしょ、うんうん、それをしなくても、うん、ここをちょっとグリップ気味できて、グリップ気味できて、実はね、はい、ここもまだグリップできて、はい、この辺から流し出すと、はい、上から振ってるように見えるんですね、このコース。え、そうなん、あー、もしかしたらこう普通に出てきてアウトに寄ってるから、そう、車がこう横になってっぽく見える。そう、だから実は、はい、初心者もあんなに無理をしなくて も実はかっこよく見える。あ、ここの要は大きいラインを取ろうと思えば、そうそうそう、取れるわけですね。彼女を連れてきても、うん、彼女はこっちから見てるとかっこいい、かっこいいみたいな、そうそうそう、彼氏かっこいいって、ね、なるほどね、はい、でも、まあ、あのちょっと大分かしら難しいかなって感じはしたでしょ、はい、うん、あの内側入る方も難しいっすよ。で言っとくけどさ、あの ORC の時、はいはい、俺初めてだったんだからここを走るの。いや俺も今試合人が初めて走ってるの見てるよ。初めてです。うるさいな。この波の初めてですよ。支配人はまずダーッてやって、で、お今ここ俺が取ったところ覚えとけよ。あそこコースにするから。そう。なるほどね。そういうことなんです。いやでもね、多分ね、今のおじさんじゃちょっと今のは無理か。ね。だからさっき実は車載で、はい、さっき説明の中で。うまく見える走り方をね、うまく実は言ってきたんですよ、ね、試合人がね、いいことを教えてくれましたよ、はい、無理をしなくても実は無理をしなくてもかっこよく見える方法がありました。あるんですね、はい、大井さん気づいてました外から今の俺聞いてないもん違う違う違う、外から気づいてました。分かった、俺は分かりましたよ。おお、さすがやっぱかっこよかった。いやかっこいいと思ったよ、それは俺もちょっとそれはね、俺もリードック5買うわさあ続いてはドリキンが新ドリフトコース初走行だ。さあそれでは、西コースが新しくなったということでね、まあ、ORC のドリフトイベントで、コースは見ましたけれども走ったことがないので、どんなもんか、あと注意点皆さんにお伝えしたいと思います。そう、じゃあ行ってみろはい教官、はい教官、ではやっぱり今回ね、注意点としては、はい、ここがどこが頂点か、山の頂点か、はい、この頂点から見て全体把握して、うん、で、あ、1コーナーっていうのは、1個目のコーナーっていうのはアウトインアウト取ってもいいなと、うんうんうん、これは通常のアウトインアウトでいい、はい、次はっていうと、あ、次左曲がってるから、じゃあアウト、右アウトいっぱいから、うんうん、このショートカットの方はあの砂利をめがけていけばいいなと。はいはいはい、こうですね、で次はもう S 字だから、ここはクリップですね。ここにね段差があるんですよね。そうで次のクリップと、それが難しい。だから
基本的に難しいコースレイアウトじゃないと、だからまずはどこを通ってどこのアウトラインからどこのクリップに向かって、はい、そこのクリップから今度どこのアウトラインに逃げるか、うん、それをまず2、3周すると分かる。線で考えるんじゃなくてポイントポイントでやっぱり見てる。そう、はい、どこをどうつなぐか、うん、である程度スピードのステクトを読めてくるから、はいはい、アウトインアウト、アウトからアウトいっぱいからクリップに向かっていく、この砂利目かけていく、で次のクリップで次のクリップ、はい、でこれで大体スピードが見えるよね。次は今度流してみればいい、はい、流すと3周目ですね。1本目のゆっくりゆっくりじゃない、スピードを乗せていった。そう、あれで まずゆっくり走って2回目にちょっとスピードを乗せて3でいけるのが分かったわけ。なるほど。だからグリップで走るっていうのはすごい重要なの。はいはいはい。グリップでちゃんとその速度を読む、うんうんうん、でまずこの3でいけるっていうのを確認できた、うんうんうん、グリップで、はい、そこそこのスピードでいく、うんうん、そうするとあ3でいけるなと、うん、じゃあ次はアウトラインのショートカット、はい、ここだよね、はい、あ落ちてて見えにくいなと、うんうんうん、だからしっかりしたクリップを自分で探さないと、はい、で大事なのはこっちの左ヘアピンだなと、うん、ここ遠いんですよね。そう、うん、だからつなげてみると、うん、今の1個目のクリップっていうのはクリップじゃないなっていうのが分かる、うんうんうん、だからこれももう一回一緒、はい、スピードを合わせるのにグリップで走ってみないとスピードが合わせきれない。と思ったら違った、もう一個向こうだ、うん、っていう感じだよ。え、もう行っちゃうのこれで。下り始めたとこから常にもうリア荷重でいないといけないから、ね、やっぱアクセル入ってる状態、 そうだね、そこでオンオフすると必ず荷重が後ろ乗ってるものが戻っちゃうから、要はドリフトの姿勢って止まっちゃうんだよね。成功してるわけよ、はい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 、なんでかっていうと1本目で3でずっと行こうと思ったけど、うんうんうん、ドルクバンドから外れた、はいはいはい、だったらどこで2で落とすかっていうことを考えればいいと、うんうん、だから常に音とタコメーターを見ること、はいはいはい、そうすると3で行けちゃうのか、うんうんうん、2で落とした方がいいのか、はいはい、だからその自分の車による、うん、自分の乗ってるギアが、まあ、ファイナルもそうだけど、はい、合うかどうかっていうこと、そのコーナーに、はいはいはい、1本目やった時は合わなかったから、うん、じゃあ2に落とそうと、うんうん、1本目失敗したのは2に落とすタイミングが遅すぎたの、うんうん、はいはい、っていうこと。そうですね、あの基本的に大事なのは1本目今グリップで走って、その1コーナー2コーナー3コーナーのスピードを読んでた。でグリップで走ると大体その速度とギアが分かるんで、でグリップで走ってみないと頭の悪いやつはいきなりドリフトしてくるっていうね。そうするとそのギア比も分かんないしスピードも分かんない。まずグリップでそこそこタイヤの 80% ぐらい使ってやる。そうすると
そのコーナーの進入速度からギア比が読めてくるっていうね。で2本目のこのアウトラインの方で1本目の失敗っていうのは3速で全部いけちゃうかなと思ったら、この車のギア比としては合わなかった、じゃあ2に落とせばいいな、ではどこで2で落とすかっていうのは練習していくうちに分かってくると、まあそういう感じでグリップで走って、そのコーナーの、回転域だとか、ギアを選択する、これが非常に大事なことです。では次は D1 ドライバーでもっとすごい走りをお見せしたいと思います。俺ね、アキレス腱が、ね、調子悪いんだよ。 D1 ドライバーはアキレス腱が調子悪い。 D1 ドライバーはもっとすごいです、ね、さらにすごいです。あのなんて細かいコントロール、右足細かいコントロールしにくいんだろうけど、まあ元々してなかったからいいのかな。まあオンとオフしかないですからね基本的にはとりあえずあの大井さんの失敗よりちょっとだけ上手かなっていうぐらいだと思いますけど、よし行ってみろ。 ありがとうございます行かせていただきますから選手スタートしてすぐの1本目、初走行の新ドリフトコースでいきなりドリフトに行くのか。ドライブシャフトが折れました。ドライブが折れました、はい、今いい音しましたよ、はい、左の方からバキーンと音しましたから、ドライブがぶっ壊れましたね。このコース難しいね。いや健康にもいいね、このコースはね。このコースは本当ね疲れるよ。健康にいい、健康に、いやこれはね健康にもいいですよ本当に疲れた。でもあのね、駆動系行った時には、うん、坂下らないことだな。そうだね。どあとね、駆動あすぐ止まる。面白いですね。いやでも一発目からやっぱりさすがだね。いやいや、まあ見てたからね。うん。だから壊しちゃダメですよ。壊しちゃ。壊しちゃ。そう、俺もね、終わる時にいたわるのが大変だった。そう。壊せはね、車なんかいくらでも早く走るんですよ。でもね、壊すようなドライバーじゃダメですよね。いやでもさすがでした。いえ、ありがとうございます。風間選手がドライブするマシンはイングス N スペック FD。 本当にあのちょうど3速踏んで2速に落としてアクセル踏むっていう、その2速からアクセルを踏むっていうポイントだけまず最初に1個作っといて、坂の上の辺からのアプローチですよね。いいよ全然そう、まああの多分委員長はもっと寄せてこいみたいな本当に、はいはい、素晴らしい。こんなライン取りでよろしいんでしょうか。なるほどね。さあということで、まああの D1 ドライバーにはこのくらいのコースだといきなりやっちゃうということで、何のデモラにもなりませんでしたけれどもね、初めてのコースっていうのはやっぱりあのまずグリップでそのコーナー、どのくらいの速度でいけるのかっていう、まあ、読みね、いきなりやるとやっぱりドラシャ折れたり
その駆動系に良くないんでね、熱を入れるためにも。それ今村攻めてます今。これで違うの、風間君がいいで俺悪いでだよね。そうそう、D1 ドライバーね。そうそうそう、あれはただね、単純にデブだからクラッチ蹴ったらあのドラシャンが折れたっていうだけで、ちょっとドラクションかかりすぎちゃう、耐えられないだけどさ、だけどレイアウト的にさ結構面白くなかったですか。あのいろんな部分で、例えば3速だと吹き切らないとか、2速だとちょっとこう届かないとか、そういう部分で結構テクニック使いませんでした。クラッチ蹴ってたりとかしてたしさ。それは普通に使うね、ドリフトは。だけどそれができないんですよ、この人。あ、できないの。あ、できないよね。できないね。できないって。だからそういう部分では俺は重いと思いますね。だから中級までにはすごいね、あの面白い勉強になるコース、ね、やっぱりね、南コースだとね、おっかないじゃん。だから ね、いや南コース行く前にもうちょっとここで正確なあのコントロールを勉強して、それで夢は南コースみたいなね、そうだね、のはありますよね、うん、俺も南行くとちょっとあのドキッとするもんね。あ、正直な気持ち、うん、冬でもドキッとするもんね。であとやっぱりそういえばみたいな、はい、やってたね、この辺で。基本的にね、あのここはそのラインのトレースだとか、うん、まあ、さっき風間がヘアピンのクリップ外してますけれども、そのトレースをするのが難しい、うんうん、もう出てきて3速で振ってくるんだけれども、ここは結構スピード乗るでしょ、はい、そのアウトラインのショートカットの方はで、ヘアピンでスピード調整しなきゃいけないっていう、そういう難しいこともね、ここではあの勉強できますよ。だから基本的にここでうまくいったら南コースへ行くという、だんだんスピードを上げていく、はい、ね、やっぱこう南コースっていうのは非常にあのデンジャラスでスリリングで、D1 のグランプリコースですから、はい、まあ、ということで、この西コース改装されてね、はい、ドリフトを練習する人たちにとっては非常に楽しいコースかなと、はい、ね、さあということで、はい、西コース改修された、もうコース紹介終わったんですけれども、はい、後半は何かな。後半は、後半はあの土屋さんがいなくなってから、あ、こそこそやるんだ。ええー、こそこそ秘密、こそこそね、こそ連秘密、勝手にやって。太郎、太郎。ラーメン食いに行こう。ラーメン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。さあ、後半はですね、もうちょっと僕も練習したいなと。あ、なるほど。なんかね、大きな声で言えないらしいし、はい。ということで、ここからは ORC ドリフトドリームマッチでの敗戦を踏まえ、この新ドリフトコースを大井隆が徹底特訓。そして講師はもちろんこの2人、 D1 チャンピオンの風間康幸と今村洋一。さあ果たして大井隆はこの西コースを攻略することができるのか。それでは早速ご覧いただきましょう。さあ D ドッグ5です。はい、じゃあ、いやー、いつものメンバーですね、今日。そうですね、いつものメンバーで、うん、まあ、誰か足りないような気がするけど、まあ、気のせいかな、はい、いっしょというわけで、はい、まあ、1人あの早退したんで、はい、お腹痛いんだけど、帰っちゃった。お腹痛くなっちゃった。ここはじゃあ何をやる場所なんですかね。ここはですね、はい、俺が、はい、まあ、悪い例の方向が、はい、チャレンジして、はい、でそれをね、今みたいにさ、いや、こっからここを見て、このギリギリのとこ通りながら行くんですよって言われて、分かんねえから。ああ、なるほどね。多分ね。今教わってたんだ。そうそうそう。ちょっとね、すいません、もう一回やってください。だから、それを実際、普通の人がね、はい、やると、どういう苦労をして、でそれをどう克服していくのかっていうのをやっていきたいな。はいはい、なるほど。うん、その普通の人がやるのは大井さん。あ、なるほどね。で、はい、まあ、いっぱい俺が練習したいだけなるほど、なるほど、はい、という感じで行ってみたいと思います。わかりました。じゃあよく見てるようにな。いらっしゃい。それでは D1 チャンピオンの2人に大井隆の走りをチェックしてもらおう。いいじゃん、うん、何を直すのよ。直すのよ。まあ、やっぱね、うん、見て盗んでんだよ、うん、あ、今なんでかっていうと、ここ踏んでるアクセル量が
ちょっとね1本目より多かったの。多かったね。多いとやっぱその分多いさんだけに流されちゃう。もうちょっと早めにアクセル抜くと車が減速してってもうちょっと内側入る、ね、まあ本当はねもうちょっと早めに踏んでもらってね。そう、あの辺で全開で来てこの辺でもう調整入っちゃっていいんですけど、うん、ここで踏んじゃうんじゃなくてここは調整区間なんだね。だからなんかちょっとね大井さんっぽくなってきたよ、うん、ちっちゃい、うんうん、ちょっとね、はい、あそこのね出がこの間の大井さんみたい。あのねこの間の大井さんね真ん中ぐらいから出てくるの。今の1本目の大井さんはねアウト側から出てきたでしょ。今だんだん、ね、だんだんちっちゃくなってきた。こっちが入ってきちゃったんだ。ちょっとねでもあそこねちっちゃく入るとここの返しのねタイミングがねどんどんずれちゃう。あのぐらいでまだいいね。うんでちょっとこう溜める。はい、あ戻ったかなりノリノリですけどどうしたんですか。前よりも進歩はしたと思うだろ。いややっぱね大井さんねあれよ見てたからイメージがいいよ。今日一日いろいろ見ててイメージが出来上がってるじゃないですか。この間より全然違う人みたいですよ。そうだろ。いやだって台本通りじゃん。え台本通りあなるほど。それでもうちょっといけるんだけどちょっと残しといてでこれからちょっとステップアップして。ああなるほどね。なるほど。で何すればいいか教えて。もうちょっと下手な部分出した方がいいんじゃないですか。いやあのね、いやあとはやっぱりちょっと安定感ないね。うん。そうですね。続いて今村選手が助手席に乗り、大井隆を直接指導。あの安定感がないって言ってたじゃないですか。まあ、それはねあの。でも安定感がない理由っていうのが、うん、もうあそこの山の向こうから。出てきた時の、はい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 、もう多分車のいる場所がね、うん、毎回バラバラなんですよ、はいはい、これでね一番良かったのがね1本目、うん、1本目一番最初。そう俺もそう思ったんだよ。はい、あそこで出てくればいいんですよ、はい、途中からミドルぐらいになってるんですよ、うん、でミドルになると今度ここの振り返すポイントも遅れてくるんですよ、はい、あーそっかそっか。でやっぱさっきこう陽一くんとも言ってたんですけど振り返す時にやっぱ一番最初に走ってた時よりもどん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 車が内側で振り返すんで、そうすると車が要はこっちへ進もうとしなくてこっちが進もうとするんですよね、はい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 、それを軌道修正するためにアクセルを入れるじゃないですか、うんうん、もっとあの1本目はアクセルが早く向こう側から入った状態で放物線描きながらこっち入ってるんですけど結局切り返しが下になってしまうとアクセル入れるタイミングが遅くなってなんとか角度つけようとしてアクセル踏む量増えちゃうじゃないですか、うん、なんかでもさ、はい、外に出してくるには、はいそうなのかなって思ったんだけどそうじゃない。逆なんです。外に出たいがために内側にいるんじゃなくて、うんうん、今度逆にじゃあ切り返しを向こうのちょっと怖いんですけど、うん、土手側でちょっと意識的にちょっと外側で切り返して、うんうん、まあ陽一も乗ってることだし、はい、まあ外側にもいますから土手側ね土手側は俺側だな。おおよ、はい、一本目こう出てくるときに、うんうん、こっち側に溜めてうまく出てきたんですよ、うんうん、だからこっち側でうまく溜まってるから、うん、こっちもうまく振り返しが自分で溜めなくてもいいんですよね、はい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 、なるほど。車はもう勝手に振り返しするようになっちゃってるからでだんだん後半は出てくる角度が浅いから振り返しも浅くなっちゃってる。あだから簡単は戻っちゃってるんですよ。そうかそうかそうか。だからこっち側でも深い角度で行っちゃってれば勝手に車はこっちに行くんですよね。こっからそうもうここで行っちゃえばある程度角度つくじゃないですか、うんうん、ただ車が勝手に振り返すから浅いから今度は大井さんが、うんうん、浅いから今度は浅くなっちゃうんで、ね、ああだからこっち側の振ってる量が多ければ多いほど戻すのも楽だし、うんうん、ここの操作もそんなにしなくていいんですよね。はいはいはい。でそれが1本目はうまく出てきたんですけどだんだん浅くなっちゃってたから、うん、そこなんだよな。なんかね3本目がなんか一番決まったかと思ってたんだよ。だからそれがねやってる本人が分かんないといけない。こっちが多くてもいいと思います。だから今のでこういった時にうまく溜めといてポンと振り返した時にもっと素直に振り返してもいいと思いますよね。まだ若干引っかかってる部分があるから。ちょっと山の内側だったんですけど切り返すところがさっきだいぶこっち側だったんですけど
今の切り返しだいぶ奥なんですよ。要は俗に言う早く切り返してアクセルオンが速い状態、アクセルオンを速くすることによって後ろの空転しているタイヤをこう自分で入れる量抜く量入れる量抜く量を調整してこう踏んだ状態合わせた状態で持ってこれてるんで多分楽なんじゃないですかね。今煙すごいじゃないですか。角度つけてアクセル踏む量増やすと煙いっぱい出るんですよ。これもね、あのね、採点のうちの一つですよ。角度と煙があった方がいいんですか。角度と煙とスピード、ライン取り、うん、そう、これ4つが上手に取れると100点なんですよ、うん、はい、やっぱ教える人がいいと走り変わりますね。ストーリーだ、ストーリー。やっぱ違うな。良かったよね今ね。さすがね。ちょっとね、上手かったね今ね。ちょっと上手かったね。いや、ちょっと。俺はいいっすよ、もう。え、もう一回、さっきの、だって1回しか見せてないからさ。そう。いや、本当はそれで、この切り返しがこうだとこうなっちゃうでしょっていうのを、俺やると単純に天然になっちゃうんで。切り返しがこうだと、ね、そう。切り返しがこうだとこうで、はい、こうだとこうでっていうのを。切り返しが早いやつと、切り返しがもたもたしちゃったやつお願いします。